デュアグカードルトムント市電 GT8 系電車ドルトムント市電 GT8 系電車はドイツの都市ドルトムントの路面電車でかつて使用されていた三車体連接式電車である廃車後に一部車両が日本の路面電車事業者である広島電鉄へ譲渡されておりそのうち一両は2020年現在も日本で保存されているドイツの大都市 ドルトムントを走るドルトムント市電には、1950年代以降、デュワグで製造された大型ボギー車が6両、クレーデ製の同型付随車が6両導入され、さらに1956年からは、ハンザ車両工場が手掛けるフローティング車体を有する3車体連接車の導入が行われていた。だが、これらはすべて車体片側にのみ、乗降扉が設置された片方向系の車両であり、 後術の線形条件や、第二次世界大戦以前に導入された旧型電車の老朽化、そして1960年に実施された当局による制動装置の規制強化に対応するため、乗降扉が車体両側面に存在し、活大容量の車両が求められるようになった。そこで導入が決定したのが GT8 型で、形式名は8つの車軸を有する連接式電動車。 という意味を持つ。GT8 型は、両運転台の三車体連接車で、前後車体には2枚、折りと式、扉幅 1600mm の乗降扉が2箇所ずつ、設置されており、車掌の業務が行われていた時代には、前方車体の扉を運転士が、後方車体の扉を車掌が操作していた。急カーブでの車体のはみ出しを抑えるため、運転台部分は、車腹が狭められており、 従来のボギー車で禁止されていた伏線区間でのすれ違いが可能となった。運転席と客室は高さ75センチメートルの腰板によって仕切られており、車内照明の正面ガラスへの反射を防ぐためのカーテンも設置されていた。側窓は上部が内側に開閉し、それ以外の部分は固定式となっていた。車内には一人二人掛けのクロスシートが設置されており、 合成樹脂製の座席は、木目調の外見を有していた。吊り革は設置されていなかったが、代わりに、車内各部に握り棒を兼ねたパイプが設置されていた。空調装置は存在せず、下季は窓からの自然換気が行われた一方、陶器は抵抗器の熱を暖房に利用していた。床上高さは8 8 0ト、mm、ルであったが、運転席付近は、 上高扉付近のステップ数を減らすため 190mm 低くなっていた。台車は前後に手電動機を2機設置した動力台車、連接部に付随台車が配置され、ディスクブレーキや電気機器の有無を除き同じ構造を用いた。双方とも軸受けやボルスタが車輪の内側に存在するインサイドフレーム式で、ボルスタバネはコイルバネ、軸バネは シェブロンゴムが用いられ、軸受けにモーターベアリングが使われたほか、車輪も防振ゴムを挟んだ弾性車輪であり、騒音や振動の減少が図られた。主電動機からの動力伝達は工術のように、吊りかけ駆動方式が用いられたが、歯車に傘歯車を用いることで、走行時の騒音が減少した。主制御機は、カム軸を用いた多段式直接制御方式で、 加速時のノッチ数は直列11ノッチ、並列8ノッチ、弱め回、次にノッチ、減速時は19ノッチとなっていた。運転席からの加減速はハンドルを用いて行われ、時計回りに回すと立行、半時計回りは正動であった。抵抗器はボビン式で屋根上と車内座席横に設置されており、下機は前車、当機は後車が使われた。正動装置は 基本的に発電ブレーキを用いたほか、補助用として空気ブレーキ、非常用に電磁吸着ブレーキや手ブレーキを搭載していた。ブレーキ弁は床面にあるペダルで、右足で踏む構造となっていた。ドルトムント市電に導入された GT8 は、市電の線形をはじめとする条件から、他都市に導入されたデュアーグ製の路面電車と以下のような差異が存在した。これらの特徴は、後に、 日本の広島電鉄が GT8 系の輸入を決定する大きな要因となった。翌年の制造装置に関する規制強化を控え、1959年に最初の車両となる一時車41両が製造された。そのうち20両については、デュワグの生産能力では発注分に対応できなかったため、ブレーメンのハンザ車両製造によるライセンス生産が実施された。 これらの車両は、デュワーグ製の車両と互換性を有していたが、木製の窓枠を使用するなどわずかな違いがあった。続いて1966年には二次車となる25両が、デュワーグで製造され、二軸車のさらなる置き換えが実施された。これらの車両は、運転台のボタンがトグルスイッチに変更されたほか、車掌業務を廃止し、 運転士に集約したワンマン運転に備えるため運転台から全ての扉が操作可能となり無線システムも増設された。その後、1969年からは改札や運賃の授受,受を乗客自身が行う信用乗車方式が導入されたことから従来の車両に対しても対応工事が実施されたほか、同年に製造された三次車重量は導入当初から 信用乗車方式に対応していた。そして、1974年に4次車となる15両の製造をもって、ドルトムント市電の GT8K、K91 両の導入が完了し、同時に二軸車は営業運転を終了した。従来のボギー車による連結運転とは異なり車内の往来が可能な、連接車である GT8 型は、ドルトムント市電の最害勢力として、 各地の系統で活躍した。その間には、パンタグラフィ数の減少や、昇降装置の電気式への交換、方向膜の行き先、系統表示の変更などのいくつかの変更が、施された。また、登場時の塗装は、ベージュや茶色を基調としていたが、その後は塗装の簡略化が行われ、1970年代以降はいくつかの試験塗装を経て、白色を基調に、 車体上下を赤色に塗った新塗装に変更されたほか広告塗装も多数見られるようになった。その後、地下化、高規格化計画の進展に伴いコスト面を考慮した結果、ドルトムント市電にはシュタットバーンに適した新型車両の導入を実施し、GT8 型は順次置き換えられることが決定した。各系統からの撤退は1979年から、 始まり、翌1980年に初の廃車が発生した。1983年にスタッドバーン化が行われて、以降 GT8 系の運行範囲は縮小し、1990年代以降はさらに置き換えが進んだことで、1999年の時点でドルトムントに残存して駅運転に使用されていたのは4次車2両のみとなっていた。 そのうち後は2002年に営業運転を終了し、博物館に保存される予定だったが、2001年3月に発生した飲酒運転の自動車との衝突事故によって損傷し、運転を離脱した。これに伴い残された13も早期に営業運転を終了することとなり、2001年4月30日のさよなら運転をもって、トルトムントにおける GT8 は全敗した。 以降は車庫に保管されていたが、2010年6月に民間企業へ売却され、2018年までカフェとして使用された後、同年以降はドルトムント交通博物館で生体保存されている。ドルトムント市電で廃車された GT8 系の一部は、ドイツ国内外の都市の路面電車へ譲渡されたが、2010年の時点で全車両とも、 再度廃車されており、日本の広島電鉄へ譲渡された一両を除きすべて解体されている。1981年に廃車となった車両のうち十両は、当時輸送力不足が課題となっていたカールスルーへの路面電車へ譲渡された。五両はループ線が存在しない系統で、両運転台車両として使用された一方、残りの五両は予備車として用いられ、 一方の運転台のみが使われた。使用は短期間に終わり、1985年から1986年の間に運行離脱、その後解体されたが、うち一両は火災により、車両不足となったブッパータールの路面電車へ譲渡された。ドイツの都市、ブッパータールにはかつて路面電車が存在したが、その最後の車両として使用されたのは、 ドルトムント市電から譲渡された GT8 であった。段階的な廃止が始まった1982年11月に譲渡され、1985年には前日の通り、カールスルーへからの最上都車1両を導入したが、1987年をもってブッパータール市電は全線が廃止された。車両はオーストリアグラーツへの最上都が検討されていたが、 車体幅の関係で中止となり、最終的に全車解体された。広島電鉄1970年代から1980年代にかけて日本各地の路面電車車両を購入していた広島県広島市の路面電車である広島電鉄は輸送力増強の一環として路線条件に適した GT8 型を2両購入する契約を1981年6月に結んだ。 ドルトムント市からハンブルク港、神戸港を経由した後、同年9月に広島へ到着し、冷房化や車掌台の設置、制動装置の操作方法の変更など、各種改造が行われたが、内外からの要望に基づき、ドルトムント市電での使用時の原型を極力残す形で実施された。車両番号については、76はドルトムント市電の番号がそのまま維持された一方、 80は広島電鉄での使用にあたり77に変更された。1982年11月18日から営業運転を開始したが振動が多発したことから早期に定期運用から撤退し以降はイベント用車両として使用された。その後77は廃車、解体された一方76は2012年に除籍された後 広島電鉄開業100周年記念としてレストラントランベールエクスプレスに転用され、閉店後は後日の通りアウトレットモールのアトラクション施設として使用されている。列車主電ルーマニアの都年、列車の路面電車には1996年と2000年に3次車、および4次車の合計21両が譲渡されたが、2011年に路線自体が廃止となり、車両は全車解体された。 2020年現在以下の産業が生態保存されている。ありがとうございます。